エイリー、カモン。ヘイ、来たよ。君に伝えたいことがある。呼んどいて返信遅くないですか？何？胸に抱えたこの思いをうまく言葉にできないけど、どうか聞いてほしい。え、何言ってる？いつの間にか夜も眠れないくらい君を思っていた。何度かし。眠ったって夢の中で探すくらい君を思っていた。君に全部伝えたらこの関係だるい、壊れちゃいそうで。あ、わかった。関門の曲？正解。あ、はいはい、やってるでしょ。でもマジで伝えたいことがある。大好きなのは知ってるよ。サビの前に気づいちゃってごめん。聞いてもらっていい？はい、どうぞ。浮気しちゃった。襟にかく仕事したくないから正直に言います。ごめんなさい。何それ、本当に言ってるの？どこにいるの今？言えない。浮気した相手は？言えない。終電もうなくて相手の子帰れないから、とりあえず明日帰らせた後に直接謝りに行かせてください。急にわけのわからないことを言われた私は、わけのわからない感情のままとにかく彼氏の家に向かうことにしました。着いたから開けて。え？彼氏の家に着くと、そこには彼氏の言ってきた通りに私の知らない女がそこに立っていました。しばらく3人で話し合いをして、浮気相手の女を追い出し、私は彼氏に一発ビンタを食らわし帰りました。そして次の日。それでどうするんですか？連絡先はしようとさせたけど、浮気したことに関わりないので別れるつもりですけど、何か言い残すことはありますか？別れたくないです、ごめんなさい。お酒が入ったのが原因で理性法を返してた。やっちまった。お酒は言ったからって緩すぎないですか？お酒が入ったら彼女いることも忘れちゃうんですかね？それか彼女がいても平気で浮気する思考になるんですかね？お酒で？そんなに怒らないで。お酒が入って理性がなくなるのはよくあることだし、もうこれからはなるべくお酒控えるからさ。どの立場の人がそれを言ってるんですか？怒らないで。して怒ることでしょう、脇は。すべてお酒のせいにして終わりにする気？控えるってその言葉じゃ何にも納得しないし、どうせまたやるでしょ。やらないよ、やらないよ。お酒で後悔したからもう絶対にやらないよ。その割に綿なしそうに浮気の方を告してきましたよね。本当に後悔してるのですかね。なんかもう先が見える。やっぱり別れよう。あなたを許せる気がしない。一度失った信用はもう二度と取り返せないんだよ。よかったね、学習したね。いいやだ、別れたくない。もう二度としないからに度と裏切らないからお願い。別れるのだけは一回考え直してほしい。いや、もういいよ。新しい子見つけて頑張ってよ。今から行くから話だけでもさせてお願い。その後愛理がどうするか決めていいから。家の前まで来た彼氏でしたが、私はもうすでに私の女友達にこの件についての愚痴を聞いてもらうために会う約束をしていました。なので家の前にいる彼氏の横を通り過ぎながら一言別れを告げて、きれいさっぱり縁を切りました。